佐坂久志聖駅は、福島県郡山市佐坂は3丁目にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道の駅である。東北本線を所属線として、水軍線を加えた2路線が乗り入れる。水軍線は東駅が終点であるが、全列車が東北本線の郡山駅を発着する。短式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを持つ。 地上駅。駅舎側から1番線、2番線と番号が振られている。互いのホームは、湖泉橋で連絡している。郡山駅が管理し、JR 東日本東北総合サービスが受託する、業務委託駅。2011年度までは、直営駅だった。構内には、緑の窓口、水カ対応自動券売機、簡易水カ改札機などがある。水軍線は、 スイカサービスエリア外となっている。現在、JR 貨物の駅は、シャー貨物の臨時取扱い駅となっており、貨物列車の発着はない。貨物設備はなく、専用線も、本駅には接続していない。かつては、駅から分岐し、本線の西側に沿って、駅の南側にある、太平洋セメント浅香久市し清掃湖へ至る、専用線があった。そのため、本駅は、 大越駅からセメント輸送列車が到着していたが、1999年6月に廃止された。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は1929人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。ありがとうございます。